皆さんこんばんは。今日は私たちシーマルインバルセロナがバルセロナの基本情報をお届けしたいと思います。そろそろ日本からバルセロナに遊びに来てくださる方も多いのではないかなと思っています。なのでこの動画を見ればバルセロナに行く前の下準備だったりバルセロナに来てからも 120% 楽しめるような情報をお伝えしていきます。なので次の行き先がバルセロナっていう方はもちろん、お友達がこれからバルセロナに行くよっていう方だったりとか、ちょっとバルセロナ気になってるなーっていう方の参考になればすごく嬉しいです。ぜひ最後まで見てください。早速バルセロナ基本情報いろいろ見ていきましょう。まずどこにあるのということですが、日本から飛行機で約15時間です。直行便は今のところなく、ヨーロッパ大都市での乗り継ぎが必要となります。2022年10月現在はウクライナ情勢によりプラス数時間の渡航時間となっています。ロシアの上空を飛ばないためですね。バルセロナは首都に次ぐスペイン第2の都市です。続いて時差見ていきましょう。時差は日本のマイナス8時間です。ただし3月末から10月の末まではサマータイムが適用されているため、マイナス7時間の時差になります。2021年を最後にサマータイムを廃止する法案が可決されたものの、コロナによるパンデミックなどの理由もあり、2022年現在も実施されています。ヨーロッパの方が比較的北米と比べて時差の調整がしやすいような気がします。続いて通貨見ていきましょう。通貨はユーロを使っています。基本的に飲食やショッピング、市場などでもカード決算が可能です。アンティーク市場なども端末を持っているところが多いのですごく便利です。ただしごくたまにカード決算ができないような場所もあるため、数十ユーロ持ち歩いていると安心かもしれません。両替はランブラス通りの近くなど街中に結構ありますが、基本的にクレジットカードで済むことがほとんどなので、空港で少しだけ買えて、あとはカードで支払いが便利かなと思います。はい、続いてアダプター行きたいと思います。アダプターはタイプ C のものを使用しています。日本よりも差し込み口が少し広くて丸い端子タイプのやつですね。電圧は 220V なので、ドライヤーやヘアアイロンなどは海外製のものでないと発火してしまう危険性があります。ほとんどの携帯やカメラの充電器等は問題ありません。はい、次は携帯通信についてです。主な選択肢として SIM カードの挿入、 Wi-Fi ルーターのレンタル、市内にある Wi-Fi スポットを利用するなどがあると思いますが、まずは SIM カードからいきたいと思います。スペイン内での SIM カードの販売価格はだいたい10ユーロから25ユーロぐらいです。日本よりは少しゆっくりかもしれませんが、通信するには十分な速度とギガ数があります。皆さんがお使いの携帯電話が SIM フリーかどうかは各キャリアのホームページ等で確認ができる上、 SIM ロック解除についてもおそらく今ほとんどのキャリアがホームページ上でできると思いますので、ぜひチェックしてみてください。 SIM カードに関しては到着時に空港で購入、街中の売店で購入、事前に日本でヨーロッパ対応の SIM カードを購入など様々なオプションがありますが、最近は Amazon で先に購入しておくのが便利だなと思いました。それ以外のオプションとしては、ポケット Wi-Fi を日本でレンタルしていく、もしくは市内の Wi-Fi スポットを利用するなどですね。有名観光地やレストランなどは Wi-Fi が完備されているところがほとんどです。特にバルセロナのレストランやカフェは建物の形状によっては電波が入りにくい場所も多いため、通信ができなそうであれば店員さんにパスワードを聞いてみるのがいいかと思います。ホテルではなく Airbnb などを借りる場合などは鍵のやり取り等もあるため、 Wi-Fi ルーターや SIM カードを挿入するなど常に連絡が取れる手段があった方が安心です。はい、続いてパッキングの時に一番気になるのは気候ですよね。バルセロナは年間を通して温暖で乾燥した地中海性気候です。旅行に適したシーズンは一般的には4月から10月というふうに言われていますが、冬場も結構晴れてる日が多いかなと思います。ここ数年の6月から8月は気温が40度前後に上昇することもあって、熱波による熱中症に気をつけたいところです。年中暖かいっていうイメージを持たれがちだと思うんですけど、冬は意外と気温が下がって10度前後になります。それでも東京よりは温暖なので過ごしやすいかなとは思いますが、
コートとかは必須になってきます。3月から5月の春、朝晩は冷え込むのでアウターはあった方がいいかと思います。夏は日差しが本当に強いので帽子とかサングラスはあった方が絶対いいです。朝晩は意外とこうすっきりしているので寒がりの方は薄手のカーディガンとかストールとかあるといいかなと思います。9月10月は日によって結構気温が前後します。日が暮れた後に急に寒くなったりすることもあります。冬は日本の11月12月ぐらいの感じでこうすごい厚手のダウンジャケットだともしかしたら暑い日もあるかもしれないんですけど、コートとかは絶対にあった方がいいです。これ通るだけしてる、履いてる。皆さんバルセロナに着きましたね。空港から市内までの交通機関についてお伝えしたいと思います。主な選択肢は空港バス、タクシー、電車の3択かなと思います。荷物をピックアップして国際線の到着口に出るとバスマークが書かれた歩く歩道があります。そのまま地上階に降りると空港バス乗り場に着きます。バルセロナ空港にはターミナル1とターミナル2がありますが、おそらく日本から来られる方のほとんどがターミナル1に到着すると思います。どちらのターミナルにも空港バス乗り場はあります。支払いは基本的にクレジットカードで往復 10.2 ユーロです。所要時間はだいたい30分から40分で、市内の大きい停車場所はスペイン広場とカタルーニャ広場に停車します。運転間隔がなんと10本に1本、24時間営業なので特に時刻表を見なくていいのが本当に便利です。中もかなり綺麗で荷物置くところもしっかりあるし、充電ポートとかもあってすごく利用しやすいです。続いてタクシーです。タクシーの場合もタクシーマークに沿って地上階に降りていくと黒と黄色のタクシーが待機しています。大きなワゴンタイプもあるため順番整理をしている人に乗車人数を伝えるといいかなと思います。待ちまでの所要時間はだいたい20分ほどで、費用は約35ユーロから40ユーロぐらいで利用できると思います。はい、最後電車の選択肢です。こちらの選択肢はバルセロナサンツ駅もしくはパッセージデグラシア駅のすぐ近くに泊まる人のみ考慮する価値のある選択肢かなと思います。市内を走っているメトロとはちょっと違う中距離の電車を利用します。所要時間はバルセロナサンツ駅まで約20分、パッセージデグラシア駅まで約25分、運転間隔は30分に1本で片道 5.15 ユーロです。意外と荷物を持って駅を乗り降りするのが結構大変なので、駅のすぐ近くに泊まる人のみ利用するのがいいかなと思います。私たちは荷物が少ない旅の時は空港バスで向かって、日本帰国などスーツケースがたくさんある場合にはタクシーを使っています。はい、続いては街中の移動についてです。バルセロナはかなりコンパクトな街で、主な移動手段はメトロ、バス、タクシー、徒歩、自転車です。メトロは T10 カジュアルという10回券の利用が便利かなと思います。主な路線は5つで全て各駅電車です。市内のメトロは基本的に同じゾーンのため1回の乗車につきチケットは1カウント、どこで降りても同じ価格です。中長距離の電車を利用する場合を除いてメトロ同士の乗り換えでは改札を出ることはありません。紙に印字された回数券を改札に通して駅構内に入ります。バルセロナのメトロは自動開閉ではないため、緑のボタンもしくは銀色のレバーをひねって乗り降りします。日本ほど綺麗ではないのでパッと見ちょっと治安が悪いかもと思えるんですけど、スリ以外の暴行などは特に聞いたことがないので、利用の際はスリ対策にしっかり努めればいいかなと思います。到着時駅を出る時のチケットの使用は不要です。続いてバスについてです。
バス停で乗りたいバスの番号を見つけたら、タクシーを止めるように手を伸ばして運転手さんに合図します。前から乗って車内にあるチケットカウンターにカードを差し込みます。バスもメトロと同じで10回券のチケットで乗ることが可能です。ただバス内でこのチケットを購入することができないため注意が必要です。最近は車内でもお財布携帯で1回分を支払うことができるんですけど、ちょっと割高なのでやっぱり回数券を電車の駅で買うのがいいかなと思います。降りるときは車の中央部もしくは後ろの方に位置する扉から下車します。平日メトロのない時間に戻る場合などはナイトバスと呼ばれる夜間バスが便利です。私は治安が気になったことがないんですけど、旅行中は念のため運転手さんに近い位置に乗るといいかなと思います。続いてタクシー行きます。空港からの移動でも紹介した黒と黄色のタクシーがバルセロナのタクシーです。車上のランプが緑に点灯しているものが空車です。番号が表示されているものはすでに別の方が乗車しています。車内にはメーターがついていて、ぼったくりなどもあんまり耳にすることがありません。観光都市なので基本的に簡単な英語は通じると思うんですけど、利用する際には滞在先や目的地の住所が書いてあるものをしっかり見せてミス案内を避けましょう。市内の移動であればだいたい10ユーロから20ユーロぐらいで移動が可能です。タクシーアプリに関しては最近 Uber もバルセロナで使えるようになりました。フリーナウというアプリは普通のタクシーでありながらアプリ登録もされているので、お迎えに来るのはこの黒と黄色のタクシーです。カビファイは黒塗りの車体にカビファイという風に書いてあります。続いて自転車です。私たちの動画を見てくださっている方はもうご存知だと思うんですけど、バルセロナはとっても自転車フレンドリーな街として有名です。街にはビシングという公共自転車サービスがあるんですが、こちらは短期滞在のプランがないため、旅行中にサイクリングしながら観光したいっていう方には自転車レンタルサービスがおすすめです。サービス自体は街中に結構たくさんあると思うんですけど、盗難が本当に多いため、飲食店とかに行く場合にはできれば目につく場所に置くのがいいかなというふうに思います。最後は徒歩ですね。私の住んでるグラシア地区から旧市街のボルン地区まで歩いてだいたい35分から40分ぐらいです。意外と歩けない距離ではないことがわかるかと思います。例えばこうカタルーニャ広場の周辺に宿泊すれば30分もあれば上も下も横も徒歩で楽しめるかなと思います。さっきちょっと出ていたスリ対策についてです。はい、皆さんもよくご存知、バルセロナはスリ多発都市でございます。観光客も在住の人もよく被害に遭っています。私今まで70都市以上いろいろ旅行してきたんですけど、唯一被害に遭ったのもここバルセロナです。で、主に狙われるアイテムはお財布と携帯電話、特に iPhone ですね。なぜかというと、ヨーロッパって日本よりも Apple 製品が2割ぐらい高いんですね。なので盗んだ後よく売れるんだと思います。だから本当に気をつけてください。はい、続いて水です。水道水は硬水のため飲み水としての利用はちょっとおすすめできません。70円ぐらいから販売されているミネラルウォーターの購入がおすすめですね。日本人が飲みやすいっていう風に言っているのは、まあ、ベソヤとかフォントウェアとかかなという風に思います。歯磨きとかは特に心配ないかなと思います。私も全然家では水道水で歯磨きしたりとかしてます。はい、次トイレ問題いきましょう。公衆トイレはねほとんどありません。あっても多分すごく汚いと思うので利用しない方がいいかなと思います。トイレを貸してくれるコンビニのような場所ももちろんありません。で、駅にもトイレがありません。なのでカフェとかレストランに行った時は出る間際に一応言っておくのがいいかなと思います。次は女性に向けてです。急に生理来てしまったっていう場合にどうしようってなったりすると思うんですけど、ファルマレスティアと書かれた薬局とか、あとスーパー、あとは若干照明が暗めな24時間営業の売店で購入することができます。10センチ程度の正方形で10枚入りぐらいの感じで売っています。最後はですね、有名観光地についてです。
大多数の皆様が来られるような夏休みの時期とかクリスマス前後、年末年始前後はハイシーズンになります。サグラダファミリア、カサバトリオ、カサミラ、グエル公園などのガウディ建築を見に世界からかなりの人数が訪れます。せっかくの訪問で見れなかったっていうことがないように、旅程の2週間くらい前に事前にオンラインで購入しておくのが安心かなと思います。オンライン購入は Google にも紐付けられているオフィシャルウェブページで買いましょう。詐欺ページとかもね、結構あるっぽいのでちょっと気をつけたいところですね。オンラインでチケットを購入したら、同伴者がいる場合は万が一誰かが携帯をすられてしまう場合に備えて、そのチケットをみんなで共有しておくのがいいかなと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。これを見たらもうバルセロナ行きのチケットを調べていること間違いなしなんじゃないかなと思うんですけど、CA を6年間していて、いろんな町を訪れて、今在住5年目になるんですが、それでもやっぱり本当にいい場所だなと毎日毎日感じているので、ぜひ日本から少し遠いんですけれども、皆さんが来てくれるのをお待ちしております。はい、ということで皆さん今日もありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。Falling for your innocence, acting like you're into me. I know this is hopeless. Moving in slow motion. Mata miteru no? Ja kono channel no tame ni inorimashou.新丸の大冒険、新丸の大冒険、新丸の大冒険、in Barcelona。新丸の大冒険、新丸の大冒険、新丸の大冒険、in Barcelona。ライクつけてください。次の動画も見てくれ。